皆様ごきげんよう。今回はウォーハンマーの雑談動画です。先日ついにウォーハンマー 40K を実際にプレイできましたので、その時の写真なんか見ながら感想を話したいなと思います。ついにというかようやくという感じよね。でも面白かったわ。あまり写真を撮ってなくてそこは惜しいことをしたけど、ある写真で振り返ってみましょう。バトルレポートというには断片的だけど、まあ簡易版くらいに思ってもらえればね。ということで、ゴールデンウィーク中に開催されたゲーム会に参加させてもらいました。自分が持っていったのはティラニットのコンパト箱の内容だったので500ポイント規模ですね。ジグンを後ろから撮った写真がこんな感じです。シンプルにリバイアさんカラーなのよね。 SNS で見かける写真では独自カラーのティラニットにしてる人が多い印象だけど、私はこのカラーが好きだわ。まあある程度の見栄えと労力の節約を重視してるから、大部分は下出るコントラストを使ってのサッと塗りだけど、そのうち広角にレイヤーを入れたいとは思ってるんだけど、全部にやることを思うと腰が重いわ。まあ遊ぶ分には十分だったかなとは思いますね。もう少し俯瞰で撮った写真がこんな感じです。相手してくださったのはゲーム会主催の方で、独自カラーのマリーンでした。ドレッドノートはマグネタイズで腕の差し替えができるようになってたり、頬が稼働したりでかっこよかったですね。ゲームをするのはほぼ初めてで、インストもお願いしたいとお伝えしたところ、心よく引き受けてくださり助かりました。ルールは何度も読んだつもりだったけど、いざ実践となると細かな部分を忘れがちだったものね。ベテランプレイヤーの方がオブザーバーとしてついてくれて、各状況でこの行動ができるけどしますかって聞いてくれたのもありがたかったわね。助言がなければ能力や策略を使うのを忘れちゃってたと思うわ。あくまで選択肢を提示するだけで、どうした方がいいかまでは言わずに判断を促してくれたのも助かりましたね。しっかり自分がプレイしている手応えは損なわず、慣れたプレイヤーさん相手に不利にならないようにしてくれたように思います。そして第1ターン開始となったのですが、ダイスロールに負けて後攻になりましたね。その結果初手で卵さんが10匹死にました。あーなんてこったい。ドレッドノートの射撃は効きましたね。配置テレインの関係上、大型モデルはお互いに初期位置からほぼ射撃し放題な感じだったんですよね。これについてはゲーム前に説明も受けてたので、初手で撃てる場所に卵さんを配置したのは自分の落ち度です。まあこの後さらにドレッドノートの射撃は続いて、結局卵さん第一ユニットは一歩も歩くことなく全滅しました。命って儚いものよね。ある意味で期待通りの出だしだけども、まあ主戦力のタイラントに火力集中された方が痛かったですしね。ここは主力を初手では見逃して、でも卵さんをボコボコにすることで射線の大事さを実感させてくれた気がします。授業料は卵さんの命ということね。ちなみにこの後は次ターンでタイラントの方が火を吹いてドレッドノートを瀕死にしたわ。その場面の写真を撮り忘れてたので、ゲーム後に撮らせてもらったドレッドノートの写真で埋め合わせよう。タイラントはレリックで強化ベノムキャノンを持ってたんですが、これが強すぎでしたね。射程36で高12、貫通マイナス5、ダメージ5の3連射ですからね。戦車砲より余裕で強いし、ロード・オブ・ウォーでようやく匹敵する火力が出てくるレベルです。これがドレッドノートに確か2発入って、一気にポンコツ域まで減らしましたね。正直無法にも程があったわね。ドレッドノートはダメージで命中とか下がったし、次ターンには撃破されるのが目に見えてる感じね。私的にはティラニットが活躍するのは歓迎だけど、バランスブレーカー級なのはあまり好きじゃないわね。 SNS でティラニットが強いと言われてる理由の一端をこの武器一つで見れた気がするわ。そしてこの後ティラニットウォリアーの射撃でマリーンを2体撃破しました。これが初撃破ですね。まあ隣に映ってるドレッドノートも煙出てるんですが、この後2ターン目に反撃を受けて卵さん第2部隊が残り3匹まで減らされましたが、返しでドレッドノートを撃破しましたが、写真撮ってませんでした。もったいない。まあぶっちゃけ主力兵器を先に落とした時点でこの規模の戦いの趨勢は決まった感じでしたね。戦術では埋めきれない火力差が如実に出た感触でした。ってことでマーカーの取り合いに出てきてたマリーン部隊を寄ってたかって殴り倒しました。ちなみに映ってるようにウォリアー2匹が強いキャノンを持ってて3匹ともデュアルボーンソードなんですが、帰ってからポイント計算したら余裕で500ポイント超えてました。どんな計算してこの装備にしてたんでしょう。ダメじゃない。
改定前のポイントで計算してたのか、卵さんを減らして500ポイントに調整するつもりだったのかしらね。まあ次回はちゃんと計算していくようにしましょう。ですね。結局この後はマリーン側の残った HQ2 人を蹂躙してゲーム終了となりました。まあマリーン側の初手最適解は卵さんをいじめることじゃなく、タイラントを弱らせることだったと思うので、初ゲームということであえてそうせず勝たせてもらった感じでしょうか。おかげで楽しくデビュー戦をさせてもらいました。実戦をしてみて感じたけど、思ったより攻撃が通らないなという感触があったわね。タイラントは別格として、卵さんは元よりウォリアーのキャノンもあまり通らなかったのよね。まあ1回の攻撃で3回成功判定をするから、3回とも3分の2成功としても通る確率は3割未満になる計算かしら。手数は多い方がいいなと思ったわね。4プラスや5プラスでの成功が混ざるとさらに下がりますしね。火力を期待する攻撃は少しでも命中率を上げておきたいですね。さてこの後はインペリアルナイトともう一戦させてもらいました。確かナイト3体編成が相手だったと思います。ちょっとしか写真が撮れてないんですが、いい絵面が見れて面白いゲームでした。タイラントでの白兵戦はロボット VS 怪獣の構図になって熱かったわね。互いに傷を負っててどちらが殴り勝つかの場面だったし、まあ殴り負けたんですけどね。ダイス目が振るわなかったわね。確か残り1傷まで減らしてて、あと1発が通れば倒せてたんだけど、死の間際に全力で殴る策略も使ったけど倒しきれなかったわ。その後タイラントの仇を討つべく卵さんの群れで囲んだ絵面も良かったですね。そうそう、ゴーンとはこういう絵面が見たかったのよ。群がって襲いかかる感じがたまらないわ。まあ射撃でも突撃でも攻撃が一つも通らず、一傷を減らせないまま蹂躙されたんですけどね。ダイス目がね、ダイス目だったのよ。まあ卵さんの白兵戦が通る確率は36分の1ぐらいだったかしら。15匹いたから運よく一発入ればと思ったけど、女神は微笑まなかったわね。まあ射撃で通せなかった時点で運は味方してなかったということよね。結局この後は全ユニット駆除されて終了でしたね。でも学びもあったし、いい絵面も見れて満足なゲームでした。敵に群がる絵面を次はホーマゴーントでやりたいわね。ゴーントで敵部隊を蹂躙するのが次の目標になったわ。まあ相手によっては可能ですかね。火力は期待せず、盤面を埋めたり目標確保を続ける要因でもいいのかなという感触もありましたけどね。まあ絵面重視でいくのも一つのスタイルかもですね。今回は500ポイントしか持っていけなかったから、普段は1000から2000ポイントで遊んでるお二人に500ポイントで相手してもらったのよね。ビギナーの小規模戦に付き合ってもらってありがたかったわね。次は1000ポイント持っていけるようにしたいところだわ。まあ作れてないものとか合わせれば余裕で1000ポイント超える計算なので、そこは制作を頑張りましょうか。とりあえず好きなユニットを投入して、どんな編成でどう戦うべきなのかとかを感覚でつかみたいですね。ゴーンとモリモリは弱そうだなと思うけど、一度やってみたいわね。まあ蹴散らされる役も一つの花だと思うわ。ですね。というところで、10枚ちょっとの写真で意外と長くなっちゃいましたが、今回の初陣振り返りは以上となります。次にまたゲーム会に参加できたらもうちょっと写真を撮っておきたいわね。ゆくゆくは動画で撮影なんかもできるといいのだけど、そのあたりもまた検討しましょうか。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。